ああなたの夢にお邪魔します。It's me, Barry Arna。ギガン。皆さん、ごきげんよう。ベリアナです。みんな元気にしてたん？実は、こちら。聖剣伝説。ビジョンズ・オブ・マナ。やってまいりたいと思います。私さ、この聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナー、こちらさ、体験版が結構前から配信されていたんですが、どうしてもこう何一旦ストップ、こう、ある程度のところでストップしちゃうのが嫌すぎて、製品版のリリースまでお待ちしておりました。非常に楽しみにしていたんですね。早速、プレイして参りましょ聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナう。ヌーゲームでよろしくお願いいたします。難易度？ノーマル？ノーマルでお願いいたします。ネタバレ含む本日の動画は、さすがにネタバレ含んでると思うんだ。気になる方は見ないでください。よろしくお願いいたします。美しい。ハムシが飛んでるね。ミコが逃げ出そうとしている。ダメよ、もうすぐ土の加護が失われようとしているのに。世界の断りに背いてしまったらマナを授かれなくなってしまうわ。だいたいこういうさ、最初出てきてくるフェアリーラスボスだよね。それじゃない？ライザー、大丈夫？怪我はない？だけど、ねえ、オーリン、本当に村を出るの？ここまで来て何言ってんだよ。ほら、門はもうすぐだ。俺たちの動きももうバレてるかもしれない。急ごう。何？もう何動かすの？私が？誰？オッケー。ジャンプ。ジャンプ。オッケー。邪魔するな。結構さ、独特なグラフィックじゃない？スクエニ先生。どこへ行くつもりだ？ライザを連れて行こうなんて考えてないよな。やべ、こっちはダメだ。反対の方向へ。何が起きてるんだい？た。走れるのね。オッケー。オーリン、ライザを連れてどこへ行くつもりだ？
魂の森人が来るのを待ってないとダメだよ。どうしても村を出ていくというのなら、力ずくでもお前たちを止めるしかない。フライパンかぶってる？オーリン！クソ！仕方ない。クソ！逃げがない。ライザー、ついてきてくれ。うわぁ！出る！終わらせる！いや、次だ！うわぁ！ごめん、ちょっと寝ててくれ。あ、とどめは刺していないってこと？甘くない？息の根はしっかり止めないと。この先はリュウさんの大水車だよ。行き止まりだけど、どうする？こいつに登ろう。え、なに、私アクション苦手なんだけど。え、登OK、そこね、ここにってことね。 OK、 ほら、おいで。え、よし、うまくいったな。落ちないか、ハラハラしたよ。オーリン、考え直すんだ。バカな真似はやめろ。二人に手荒なことはしたくないんだ。村から逃げ出すなんて嘘だって言ってくれ。バカなことなんかじゃない。俺たちを通してくれ。やめろ、やめろ。これだ。みんな、今のうちに急ごう。これさ、私あのボタンガチャガチャ押してるだけだけど、まあなんとかやれてる今んとこ。この先どんどん難しくなってくのかな。そんな怖い顔をしないでくれ。巫女であるライザが去るということは、すなわちこのギッド村の破滅を意味する。巫女がマナの木に魂を捧げなければマナを得られず、私たちは生きることができない。二人とも分かっているはずだ。つまり分かってるさ。生贄ってことかしら。彼女が、俺たちいろんな苦労があって、やっと一緒になれたんだ。あんただって知ってるだろ。お二人はアベック？もちろんさ。アベックなのね。村の者同士の結婚は何かと問題が起きやすい。そもそも村に馴染めるのかという心配もあった。だが徐々に村人たちに受け入れられ、幸せそうに過ごしている二人を見て、私自身とても嬉しかった。ライザーを失いたくないのは私も同じだ。だったら、オーリン、やっぱやめよう。私、巫女の役目を果たさないと。いやだ。俺たちはどこまでも逃げるんだ。逃げて逃げて逃げまくって、巫女が魂を捧げなくてもいい未来を手に入れるんだ。オーリン、ライザも言っているじゃないか。さあ、オーリン、戻ろう。これはさ、フラグじゃない？こっちに来るな。これ橋落とされるんじゃないの？私はお前の味方だ。心配するな。ほら、戻ってこい。やばいおじ？これ優しい顔してやばいおじってやつを？来るな！え？橋が落ちるよ。ダダン、逃げて。ああ、バカタレ。おじが。おがし。
強い身体能力でございます。エアリアルとかやったらいいんじゃないの。彼女とてもパフォーマー向きだと思う。LB と Y で OK。 だな、ごめん。 OK、 こういうの大好き。私道案内常にしていただきたい。何この方、何かいたけど、何これ。ロバゾイの顔、いっぱい書物があるって話だ。何か手が何かいるよな。ほらほらほら、なんこれでどうだ。よし、何なんだあれ。ここにもいる、あちこちなんかいるね。ちびっこいのが何なんだろう。倒せないの。かつて魂の守り人だったライザならわかるはずだ、巫女の役目を。オーリン、な、戻ろうよ。すまない、お前たちを行かせるわけにはいかないんだよ。かゆい。みんな、お願いだ、分かってくれ。ダメだ、巫女を連れ去らないと村の俺たちを。ウォーリン、頼むよ、考え直そうよ。なあ、分かってる。それでもこれはさ、どっちがヤバいやつかっていうのがさ、はっきりしないよね。村の方々が頭ぶっ飛んでんのか。私何もしてないよ。おい、みんなどうした。あ、なになに。え、ポケモン。ファダ、イエン、ブラーゴン、ナッシュ。どういうこと。俺が何とかする。ボス戦？一体何なんだ。こういう時はさ、もう相手の出方を伺って。これこれ？あいつも頭だったら効くかもしれない。ああ。諦めない。聞いた。この。これでどうだ。と。どうだ。やったぞ。これでどうだ。馬鹿にしやがって。こんなこと望んではしないんだ。もうちょっとだよ。
仕留めた？終わった。ライザ、早く逃げよう。やい！お？さあ、村を出よう。ライザ？何事？どうしちまったんだよ。待ってろ、助けてやるからな。あ？オーリー、ごめんね。泣いちゃう。ライザー！え？誰が考えたの？こんなお話。え？許せない。え？あ、オープニングかな、これが。こっから主人公たちの物語が始まっていく。そういうことなのかしら。私さ、結構久々ね、この何 3D っていうの、こう綺麗な CG のゲームをプレイしたので、すんごい画面酔いしてる今。すんごい気持ち悪い。火の村、ティアナ。私たちの暮らしはとても穏やかで、時々火の山の機嫌が悪くなるけども、火の恵みを授かりながら、親から子へ、子から孫へと暮らしを受け継いできた。今日はその暮らしを受け継ぐために大切なフェアリーがやってくる日。みんなでフェアリーを迎える日。つまりフェアリーはどっちから来るのかな。彼女が次の被害者ということですね。お前もついに魂の守り人になるんだな。彼が主人公じゃない？バル、おそらく。しっかりやれよ。うん、もちろん。ライザネーみたいに立派にお役目を果たしてみせるよ。はっ、はっ。危な。魂の守り人とは、巫女たちをマナの木まで送り届け、命に変えてもお守りする。大変だけど名誉ある務めだ。だから守り人は腕っぷしがとっても大事。でもね、それ以上に思いが大切さ。先ほど被害に遭われた方ですね。あいつは巫女を送り届けた後、土の村に腰を落ち着けてそのまま戻ってこなかった。土の巫女が出せず、ギッドが滅んでもう4年になるが、ライザもどこかに逃げ延びてりゃいいんだ。どういうこと？お前は必ず帰ってこいよ。彼女は大好きなひなちゃんがいるんだから。ひな子に出身ということですか？分かってるって。バール、そろそろフェアリーがやってくる頃よ。ひなちゃんのところへ行かなくていいの？いけねえ、急がないと。村のみんなも張り切ってるな。あ、やはりいいですね、聖剣伝説の世界観というものは。なんかものすごい衣装を手に入れてるけど、どういうことなの？お衣装があるということ今回。え？
衣装チェンジ？ダウンロードコンテンツ？マジ？え、なんか変わった？オッケー。あ、お衣装が変える。ミニスカ？こういった楽しみも今回はあるということですね。今回の世間伝説を、あら、宝箱？今回の世間伝説を、確かさ、こうジョブチェンジっていうのかしら、クラッシュチェンジあるんでしょ。そこら辺も楽しみなんですが、いつ頃からそのシステムが解放されるのでしょうか。魂の守り人として今宵の祭りは真剣に臨むのだぞ。わかってるよ、フエーゴ師匠。さっきもライザ姉の教えを思い出してたところさ。相変わらず師匠は話が長いんだから。ヒナ、もう待ってるかな。あ、美しいけどちょっと画面用しちゃった。ちょっとやめとこ。ちょっと休憩してからまた遊ぼうかな。ねえ、あの、また動画にするかどうかちょっとわかんない。気が向いたらするかもしれないし。気づいたらさ、私こういうのをクリアしちゃってるんだよね、動画撮る前に。また動画になるかどうかちょっとわかりませんけれども。それじゃ今回の動画はここまで。私ブリアの気になったゲームの実況だったり、食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしてまいりますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画まで、みんな、いい国して、待っててね。バイ。破れかぶれにあたっては、スタコラさっさ散る前に、なぜ私はこんなにも強くあらんと走るのか。甘味食べ食べ真夜中の夢に舞いで大回転。あなたがいるから元気です。そこのけそこのけ、ブリアナが通る。デリケート私もそうよ、どうよ、どうよ。窮屈な画面などはみ出してしまいましょう。唇からぶっ放して差し上げる。